本沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、メギストリス城に戻ってきました。王子のもとに報告に参りましょう。放浪さんもいる。よかった、無事に戻られたのですね、沙織さん。賢者放浪様から事情は伺いました。うむ、わしはこの目で見た。エピステーサの底なし穴に出現したのはグランゼドーラに現れたのと同じ眉じゃ。ならばあの増殖する魔獣も姿形は違えども、これまでアストルティア各地を襲った魔獣どもと近しい存在なのじゃろう。さまざまな能力を持つ魔獣が各大陸に現れ、国威の剣士によってその力はあのマガマガしき眉へと注ぎ込まれてゆく。ここらで食い止めねば、いよいよあの眉の中身が目覚めるかもしれん。賢者放浪様のお話によれば、エピステーサの底なし穴に現れた魔獣は倒そうとしても何匹も増殖するそうですね。どうして急に石板が。これは文字なのか。一体いかなる仕組みなのじゃ。どれどれ。プクランドに現れし増殖する魔獣により、アストルティアは滅びる。みな脱出に備えよ。これはもしや。遥か古代、世界の歴史のすべてを予言する神秘の秘宝、チリの石板が存在したという伝説がある。チリの石板を携えし予言者の言葉は 6,000 年前のゴフェル計画の根拠になったとも言われておるのじゃ。ゴフェル計画。大いなる最悪より種族の未来を守るため、アストルティアを捨て安全なる世界へ旅立とうとしたという。エピステーサの底なし穴に出現したあの魔獣はそれほどまでに恐るべきものなのですね。あ、再びチリの石板が。まさか魔獣への対抗策を予言して。増殖する魔獣対抗策はこのにてを読めません。消えちゃった。文字が消えた。壊れてしまったのでしょうか。え、その不思議な生き物はもしやこちらが時の精霊キュルルさん。このチリの石板とやらは時間跳躍の触媒になりそうきゅ。石板が作られた時代へ行けるきよ。そうじゃ、この石板を作った預言者なら壊れたチリの石板を修理できるはずじゃ。そうすれば今の預言の内容、魔獣への対抗策がわかるかもしれません。そこまでは保証できないきゅるが、時間跳躍する価値はあるかもしれないきゅ。沙織さん、このチリの石板はあなたに託します。過去へ持って行ってください。大事そうなものを預かりました。僕はこの時代でプクラスという名のプクリポを探しておきます。どうか魔獣の対策方法を見つけてきてください。さあ、いつものように時を渡りましょうか、キュルル。それじゃ時間跳躍を開始するきゅ。時間設定、チリの石板の波動をもとに製造年代まで飛ぶきゅ。ポイント設定、当時チリの石板が存在した地点、これで完璧きゅ。ほんま、またずれたりしひん。気をつけて行ってこい、沙織。魔獣について何か分かったらすぐにわしら英知の冠に知らせてくれ。行ってらっしゃい、沙織さん。緊張の瞬間。さあ、次はどんなところへ旅立とうとしているのか。はい、設定完了。エテーネルキューブ起動キュ。
緊張するわ、いつも。ほんで若干またずれるんやろうな、座標が。どないなることやろうか。はい、行ってきます。渡っております、いつものように。かわいらしい。夢の国？何ここ？ぷくりぽたちがいっぱい。でもなんかどんよりしてるね。え？どうしたんやろ？こんな夢のような国やのに、表情が暗かったみんなの。うう、座標がずいぶん乱れてるきゅ。いつどこに到着したのか、この僕にも判断がつかないきゅ。へえ、大幅にずれちゃった。沙織、まずは現地人と接触して、ここがどこでいつの時代なのかを解明するきゅ。予言者探しも忘れるなきゅ。寝ちゃった。というわけで、僕は疲れたのでしばらく休息を取るきゅ。どんどん精度が鈍ってるね。何今の顔、腹立つな。まあまあまあ、聞き込み調査から始めていこうか。え、かわいい。気球いっぱい。アルウェーンの町。おお。もう現代には存在しない町なんですよね、きっとね。むっちゃ可愛いねんけど。ここはアルウェーンの町。私は幸福なアルウェーン市民です。すべて問題ありません。私たちは幸福です。なんか言い聞かせてるかのようなことを言いますけれども、私たちはアルウェーンの町に住むすべての市民を愛しています。全体の幸福に奉仕するために、私たちアルウェーンの市民は生きています。何一つ問題はありません。なんか心がこもってないよね。なんかイルカがいる。こちらはアルウェーンの町居住区です。お買い物や教会へご用事でしたら東へ、ご宿泊でしたら西へ移動ください。案内係ですね。これで移動できるの？え、すごいね。え、乗ってみるね。お花、ワープ、ひゃ、いちいちかわいい。さてさて、どんどん聞いていきましょう。アルウェーンは美しい街です。私たちは皆幸福に暮らしてます。同じようなことしか言わんのやけど。衛生管理者様のご命令に従い、日々全体の幸福のために奉仕することで、アルウェーンは保たれているのです。ん？なんかよくわからんことを言い出した。あ、ここにピンク文字のイルカちゃんがいます。現在中央地区へは移動できません。衛生管理者の定期放送をお待ちください。何それ。まもなく衛生管理者の定期放送が始まります。市民の皆さんは定期放送をご覧ください。え、なになに、やばそうちゃう？なんか定期放送やってサイレンが鳴り響き出したけど。うわー、目がもう死んでるわみんな。ほんで放送をなんか見させられてみたいな感じ。なにこれ、かわいいけど。バーコードが顔に貼ってある。いやた心拍けう、いやた心拍けう。呪文。親愛なる市民の皆さん、私は衛生管理者プクラスです。プクラスや。まもなく奉仕の時間が始まります。本日奉仕当番にエントリーされている市民番号の方は、速やかに奉仕室へ移動してください。むっちゃ足取り重いけど。何奉仕室って、何をさせられるんやろうね。みんなとぼとぼと向かっていきます。いきなりプクラス。ねえ、ラグアス王子が探していたプクラス。奉仕の時間、怖い。奉仕の時間、奉仕室。あ、なんか印がついてます。え、これ私もちょっと行ってみたらいいのかな。
はい、中央地区、このエレベーターで奉仕室に行けるよ。管理棟はさすがに行けないよね。はい、そうですよね。じゃあ奉仕室に行ってみるね。え、なんかちょっと怖いんやけど。なんか暗いね。着いた。うわー、やばそうやな、雰囲気が。なんやここ。管理者プクラスが光り輝いているが、あれは実体なのかな。え、何してんのみんな。え、みんな何してんのやろ。自らなんか謎の装置に入っていくんですが、ああ思考や感情はエネルギー効率を損ないます。市民の皆さんは全体の幸福のために管理者プクラスの命令に従ってください。怖い怖い。はい、プクラス様、我々は模範的な市民です。なんか吸い取られてんやけど。個人の意思など不要、我々は全体のため奉仕すること以外を望みません。やばいやばい。え、怖い怖い。市民の皆さんの精神エネルギーが我々全員の生活を維持しています。これからも全体の幸福のためどうか模範的な市民でいてください。さあ、もっとエネルギーを。いや、た、心拍計。はい、我々は幸福です。我々は幸福です。やばい。何この宗教団体。何やこの教祖。ほんで真ん中の機械に集約されてるね。イヤタシンパッケウ、イヤタシンパッケウ。謎の呪文を唱え続けている。消えた。やっぱあいつ実体ではなさそうやね。しばらくしてプクリポたちは謎の機械から出ると、それぞれ町へ帰っていった。もうなんかいろいろ吸い取られてしまって、日々の生活ままならない状態なんじゃない、もしかして。なんとチリの石板が突然光り出した。反応しました。緊急モード、このとの指示に従い休眠中の管理者目覚めさせ。半分ぐらい読めなかったけど。なになに、怖い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 。暴れ出した。え、なになに。緊急モード延焼しました。エレベーターのロックを解除いたします。上層にある管理棟へ向かってください。ええの？急展開急展開。ね、いきなりプクラスにもしかしたら会えるかもしれないよ。え、怖かった。なんかめちゃくちゃ怖かったんやけど。あー、なんか傘したらええんやって。管理タブレット、さっきの石板のこと。なんか普段はこんななんか可愛らしいつぼみを模した何かなんですけれども、怖かった。かなあ、奉仕室。奉仕ってなんや、奉仕って。レバーがあるわ、なんか。いや、可愛らしいねんで、見た目は猫ちゃんを模したような感じの。うわ、怖い。まあなんか全然ようわからん流れやけど、管理棟に行ってみるね。ドキドキしてきた。はいはいはい。見た目は可愛らしいんです、全部。光ってる。結構上に登るね。あ、やってきました。いるかな、プクラス。何ここ、え、宇宙、宇宙船。アルウェーン管理棟。ちょちょ、わけわからんねんけど、ここにやってきてから何一つ意味が分かってない。なあ、めちゃくちゃでかいんやけど。どうなってるん。え、完全に宇宙にいますよね、私今。星空が見えるんですけど。
なんか書いてる。船内案内。正面にある花のような建物が真上から見たアルウェーンの町です。周りには自然遺産保護区が広がっています。はてなはてなはてな。こっから見えんの？ああ、またピンクのイルカいた。管理棟ペコリア。はい。アルウェーンに市民登録されていない方の管理棟への出入りは禁じられています。はい、チリの石板をかざしてみようとのことなので、使えばいいのかな？使ってみますね。おい、あちこちひび割れてしまっているかなり古い時代に作られたもののようだ。ん？何も反応しなかったよ。あ、ここで使うんじゃなくて、ここで使うのかな？はい。ロックされている。あ、ここでかざすのね。了解。はい。なんかすごい音が鳴ってる。飽きそうやな。緊急モードを認証しました。この扉から管理棟内部へ入り、左手にあるお部屋まで向かってください。なお、施錠されている扉がございましたら管理タブレットをかざしてロック解除してください。どこにでも入れんのかな。行ってみましょう。で、左に行けと。またなんか書いてある。黎明室、研究室。なんか黎明室の方へ行けって書いてあったよ。すごいね。下が見えるよ。下が。なんなんここ。ほんまなんなんやろ。まあ、ちょっと指示通り向かっております。左の部屋。黎明室。なんなん黎明室って。ここでまたかざすのかな。入ってきましたけど。またイルカがいますけど。なんか変な装置がありますけど。光りました。緊急モード。眠るコールドスープポットにこの管理タブレットをかざし、なんとなくわかった。なんとなくわかったよ。あ、光ってる光ってる。反応してる反応してる。あっこにかざせばいいんでしょうか。怖いって。もういちいち怖いねんけど。可愛いから余計に怖いんよね。管理タブレットの研究モードを認証しました。その音符が怖いよ。もうなんか回ってる。直ちにアルウェーンの衛生管理者を目覚めさせます。回答までしばらくお待ちください。回答？すごい。これプクラスか。これ緊急モード C141、 状況を説明してくれないか。もう私が説明してほしいです。君はアルウェーンの住人ではないようだね。すごいや、初めての訪問者だ。生まれつき体が弱くてね。それにコールドスリープから覚醒した直後で調子が出ないんだ。僕はこのアルウェーンの衛生管理者プクラスだ。君が悪意ある侵入者ではないことを祈るよ。それにしても C141 はどこへ行ったんだ。僕の管理タブレットも見当たらないし。おや、君が持っているのはもしかして。ちょっと僕に見せてくれないかい。早くも目的の人物と出会うことができましたが、いじくってるわ。なんだ、データが壊れてるみたいだね。修復して再起動しておこう。これでよし。あ、これでもうなんか目的達成じゃない？直してくれました。すげえ。随分古びてるけど、組成も製造番号も僕が所有する管理タブレットと同じだ。世界に一つしか存在しないはずなのに。解析完了。結果は第一次ゴフェル計画当時のものだって。まさか君は7000年前から現れたとでも言うのかい。ここ7000年後？
未来に来ちゃった？君、おかしな物体を持っているようだね。ちょっと見せてくれないか？あかん、もう訳がわからへん。エテーネルキューブって言います、これ。解析されている。成分組成！うめえ！内部に生命反応あり！完全なる未知の生命体？やった！これは新発見だぞ！えらい興奮してるけど。おっと失礼。うちの家系は珍しいものを発見するとついはしゃいでしまうんだ。あの博士の子孫の方ですか？ちょっと待って。はい、石板返してもらいました。あかん、頭がついていかへん。存在するはずのない管理タブレット。現れるはずのない訪問者。未知の生命体の出現。すべてを総合するに。君たちは、この管理タブレットを持って、異なる時代からやってきた。違うかな？正しいです。合ってます。得意げな顔して。時間跳躍の概念とは無縁の、現地民にしては察しがいいきゅ。しらばっくれてもしょうがないきゅね。まあ何か問題が起きたら、こいつの頭を処理すればいいだけきゅ。さらっと怖いこと言わないでくれる？サオリ、こいつに、事情を洗いざらい話してやるきゅ。ちょっといろいろあるんですわ。はいはい、これこれこういうことですと。エピステーサに増殖する魔獣が。それじゃあ君たちは、あの世界の終末の目撃者だというのか？そうとも、ここは君たちの時代から千年以上未来にあたる時代。世界の終末と呼ばれし、忌まわしき年、アストルティアは増殖する魔獣、バイロゴーグの襲撃を受けた。当時、メギストリス王国を統治していたラグアス王子は苦渋の決断の末、第二次ゴフェル計画を発動。僕の父は移民宇宙船を製造し、プクランドにいたわずかばかりの人々だけが、かろうじて外宇宙へと逃げ延びた。ここは宇宙船アルウェーン。宇宙へ旅立ってから千年余り、僕はコールドスリープを繰り返し、亡き父に代わりこの船を管理しているのさ。それにしてもこの閉ざされた宇宙船に外界から訪問者が来てくれるなんてね、さぞ町のみんなも喜んだことだろう。全然うつろな目してたよ。なんだい？おかしな顔をして。アルウェーンの住人は陽気な連中ばかりだ。君たちを見たら大はしゃぎしたはずさ。はい、おかしかった。みんな同じようなことばっかり言わされてた。放射室？だって町のエネルギーは無限動力庫で賄えているはず。それにみんなうつろな表情を。管理コンピューターペコリア、僕が眠っていた間、アルウェーン船内に何が起きたのかを教えてくれ。すげえな、いちいち。無限動力庫が作動していない。故障中ではないようだけど、何かトラブルが。いや、それよりも感情抑制プログラム、幼少期から教育して自由意志を失わせる。それも何世代も。やば、むちゃくちゃ恐ろしい。想像以上に恐ろしい。じゃあ眠りについてから100年以上も経ったっていうのか。ありえない。僕の覚醒は10年ごとのはずだ。町のプクリポたちが皆感情をなくし、放射室で魔法力と生体エネルギーを吸われてる。100年以上もそんな。ショックを受けて気絶しちゃった。気絶してなかった。この宇宙船で何が起きているんだ。
10年ごとに設定された覚醒が100年以上も妨げられていた。それにポッドは外部からロックされて、こんなことができるのはコールドスリープ中僕の代理を務めている複製体だけだけど、それはありえない。だってあいつらは優しくて気のいい、僕にとって兄弟みたいなものなんだ。町のみんなを苦しめるなんて絶対に。でもあなたと姿形似てたよ、なんか管理者って名乗ってた人。現在僕の代理をしている複製体が管理棟のどこかにいるはずだ。探して直接話を聞いてみよう。えらいこっちゃな。君はこの部屋を出て東側にある研究室を探してみてくれ。僕はこの下にある動力室に行ってみるよ。とんでもないことになってるな。おいで、何？さっきの町も宇宙船の中にあるってこと？そうですよね。世界は滅んでしまってるから、宇宙船に乗れた人たちだけが生き残った。ほんで、オルフェアの町から旅立った宇宙船といえば、カンダタのエピソードの時に、なんかニートの科学者いたじゃないですか。あの方の子孫なのか。ねえ。ちょっとよくわかんない。もういろいろよくわかんない。はい。頭を混乱させながら指示通り研究室にやってきました。なんか見つかるかな？何を研究しているの？いちいちイルカがおるな。話しかけたらええんかな。ほい。こちらは研究室です。衛生管理者プクラスの複製体は先ほどこの部屋から退出いたしました。現在複製体の生体信号は管理棟内部を移動中です。複製体にご用がある方は他の部屋をお探しください。衛生管理者プクラスからの伝言です。研究室を探し終わったら黎明室まで戻ってきてほしいそうです。はい、ちょっとこれ探索していくよ。怖いな。なんか書いてある。なんか難しい式が表示されてるらしい。怖い。すごい。何の研究してんやろここ。何これ、植物かな。植物が生えてます、謎の装置の中に。水草、水槽、よわからん。あ、管理日誌ってのが表示されました。私の任期が終わる日が来たというのに、黎明室設備故障により衛生管理者プクラスが覚醒しない。命令に背くことになるが仕方ない。危険だが管理棟立ち入り禁止区画で黎明室の修理方法を見つけなくては。衛生管理者がいなければこのアルウェーンは滅びてしまう。命に代えてもプクラスを目覚めさせるのだ、とのことです。これ複製体の日誌なのかな。ん、はい、黎明室に指示通り戻ってまいりましたよと。はいはいはい。研究室にはいなかったです。慌ててるわ。動力室には複製体はいなかったよ。その様子では研究室にもあいつはいなかったようだね。うん、僕がコールドスリープしていた間にこの宇宙船で何が起きたというんだ。不思議ですね。これ複製体？なぜ目覚めてしまった？複製体 C141、 アルウェーンに一体何が起きてる？10年ごとの覚醒はどうして失敗したんだ？怖い顔してんな。いや、それよりもまず僕の管理タブレットを返してくれ。バーコードついてる。イアタシンパッケウ、イアタシンパッケウ。なんだ、何を言ってるんだ。何一つ失敗などしていないさ。出来損ないの原始種よ。アルウェーンは正しき姿へと進化したのだ。私こそが本物のプクラス。お前の遺伝子を改良し全てにおいて優れたこの C141 こそが衛生管理者にふさわしい。いちごちゃんマークついてる。イアターシンパッケフ、
さあ、管理コンピュータ、ペコリアよ。そこにいる原始種どもを捕らえよ。やばいやばいやば。イルカが、イルカが、暴れ出した。襲ってくんのかな、これ。予想外の展開です。イルカと戦うことになりました。ペコリアアルファオメガ。はぁ。もうなんか頭が追いついてないんやってば。はい、今日もフレンドさん、ストリームさん、ククリさん、よろしくお願いします。えらいダメージ食らってしまいました、早速に。まぁ、ちょっと、最下の陣でも引きながらと。はい、魔物使い魔剣士の方々です。よろしくお願い。2匹おると。ちょっと、暴れとら、怖い。めっちゃ怖いんやけど。はい。テイルフィニッシュって何？うわ、でかい攻撃やな、これ。うわ、私も死んでしまいました。きつい。助けを待ちます。はい。カカロンキラさん用にしよっか。怖い。じゃもう何も怖い。やめて。現場解放しておきますね、と。よいしょ。暴れとんな。荒ぶっとんな、イルカ、バイキルトやって。厄介。結構厄介。よいしょ。はい。ピオリムも2回かけまして、私も攻めていこっかなと思いますが、と。よいしょ、と。オッケー、風耐性下げましたので、撃っていきましょうか。稲妻！うわ、もう、なんかわけわからんねんけど、どんどん攻撃食らってる気がすんな。もうこっちも攻めていくしかないな。どんどん攻めていきますよ、と。よいしょ。はい、赤文字ですね。アルファの方がもうすぐやれそうですね。煉獄火炎とか食らうかな。あ、すごい。でかい攻撃。フレンドさんお強い。ありがとうございます。よいしょ。なんか、エフェクトが派手よ、みんな。みんなのエフェクトが派手で、なんかよくわかんない。カカロン呼び直しておきますね。エレキテル、なんちゃら。なんか、もう稲妻系の攻撃。怖い。はい、現場解放と。よいしょ、と。ちょっともうわけが分かってないのよ。こっち来てから何一つわけが分かってないのよ。だから戦闘においても、いまいちわけが分かってないのよ。なんか暴れてんな、みたいな感じなんです。こっちとしては。はい、メドフマ行きまーす。よいしょ、ドーン。エレキテル前。はい、風耐性下げてやったので。まだ溜まってないので、火柱、久しぶりの火柱。ドーン。よし。何がどうなってダメージを食らったのかよくわかんないんですけれども、はい、よくわかんないまま終わりました。ペコリアたちをやっつけた。怖い。ぬいぐるみ？なんか急に動かなくなっちゃいました。物理エラーのため再起動いたします。マジで？無限。無限体力なの、あなたたち。再起動完了いたしました。直ちに侵入者を宇宙船アルウェーンより排除いたします。やめろ C141。 またなんか冷凍庫みたいなのに入れられちゃった。出来損ないの原始種よ。今度こそ永遠に眠り続けるがいい。悪い顔して、いちごちゃんマークつけて。また、冷凍されてしまう。おいで、こいつ C141? 何を企んでいるの？わ、肩で笑ってる、クッククックみたいな感じで。やたしんぱっきゅう。やたしんぱっきゅう。なんだろうな、これな、謎の呪文。いやたしんぱっきゅう。時は来たレリー。原始種どもは皆我が支配に屈した。創造主よ、今こそ蘇り我らに永遠の命と祝福を与えたまえ。いやたしんぱっきゅう。言ってもうてんな。落とし穴、よく落下するでおなじみの主人公です。落とされちゃったよ。宇宙空間に放り出されたらどうしよう。死んじゃうよね。廃棄物をゴミ処理場へ移送いたします。そんなテンション高く言われても。
どこここ滑り台、もう痛い痛い、もうやめてやめて、変なとこにやってきちゃいました。でも宇宙空間じゃなくてよかったね。なんとか生きてます。ゴミ処理場、みんな大丈夫？フレンドさんたちも。うわー、処理される。あー、まずいまずいまずい、これはまずい、どうしよう。やばいやばいやばい、一生走り続けることになるかも。これ、あ、これは私の影、操作してくれそうじゃない？これ、あー、やばい、落ちる落ちる、なんかしてくれてる。止まりました、よかった。ひとまず生き延びたと。なんやったろな、あの影。なんとか助かったけどね。まだ増殖する魔獣の情報が足りないきゅ、さっさと脱出して寝てた方のプクラスから増殖獣の情報収集きゅ。サオリ、簡単に言いますな。あかん、頭が頭が働かへん、おっつかへんって、情報を置いて今回。エテーネルキューブになんか登録されました。自然遺産保護区、はいはいはい、自然遺産保護区。あ、地上かこれ、地上にやってきたっぽい。あ、ここから来たのか。はい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 、ゴミ処理場の扉には鍵がかかってる。はいはいはい、 なんか謎の宇宙空間から急遽地上に落とされました。はい、このストーリーもなんか厄介そうですね。はい、では続きは次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。